係で部屋の満流退団が決定。12年間ありがとう。誇りだった。GK がビドで部屋が8日、マンチェスターユナイテッド退団を発表した。2011年にアトレティコマドリーからマンチェスターユナイテッド入りしたで部屋は、以降の12シーズンにわたって選手護身として活躍。これまでに公式戦545試合に出場し、プレミアリーグ優勝や FA カップ、EFL カップ、ヨーロッパリーグ制覇などに貢献してきた。また、公式戦の出場数と190回のクリーンシートはクラブの GK 史上最多記録となった。デヘアは自身の SNS を通じて、12年間変わらず支えてくれてありがとう。サーアレックス・ファーガソンがここに連れてきてくれて以降、多くのことを達成してきた。このユニフォームを着てチームを率い、クラブの一員としてプレーすることに信じられないほどの誇りを持ってきた。世界最大のクラブでプレーすることは、極少数の幸運なサッカー選手のみに与えられる栄誉だったと綴り、以下のようにメッセージを送った。ここに来てから忘れられない成功を体験できた。青年期にマドリッドを離れ、これほどのことを共にできるとは思わなかった。今は新たな挑戦に出る。新しい環境で自分を追い込む時が来た。マンチェスターは常に僕の心にある。マンチェスターが僕を形成した。決して忘れることはできない。お疲れ様。今までありがとう。何度彼に救われたことか。サーレックスを知るレジェンドの一人。レジェンドに対する敬意が全くないな。せめてホームでファンとお別れさせてやるべきだっただろ。明らかなレジェンド、もっとファンから愛されて欲しかった。おならほんまに取れるん？ザイオン現実味を帯びてきたな。また一つ時代が終わった。